中学一年の時に北朝鮮に拉致された横田めぐみさんの当時の同級生たちが、加藤拉致問題担当大臣と面会しました。今年9月に開いたチャリティーコンサートで集めたおよそ70人分のメッセージを加藤大臣に手渡し、めぐみさんとの1日も早い再会を求めました。これまで以上の強い姿勢を持って、この拉致問題の解決に当たっていきたい。 肉体的に体力的にも限界が来ている。今年、来年、結果を本当に返ってくるのを見たいです。